名探偵の朝は早い。ここは人とポケモンが共生する町、ライムシティ。自称名探偵のピカチュウと相棒の青年ティムは、行方不明となったハリーを探す中、さまざまな事件に巻き込まれていく。ティムが人々に、ピカチュウがポケモンに聞き込みを行いながら真相に迫る。さらに調査に協力してくれる心強いポケモンも。匂いの痕跡をたどれるガービー、岩を砕けるヒヒダルマ、そしてレントラーは壁の向こうを透視することができる。ティムとピカチュウは全ての事件を解き明かし、ハリーを見つけることができるのか。帰ってきた名探偵ピカチュウは10月6日発売。